荒井博文は日本を中心に活動するバーテンダー。父が創業したバー、猫股屋の二代目を継ぐ。国内外のコンペティションで数多くのタイトルを獲得し、2011年世界で最も権威のあるボルズアラウンドザワールドで日本人初となる準優勝を受賞する。NHKBS1、地球テレビエルムンドにレギュラー出演した経歴も持つ。また、 自身が監修する、テアラティーリキュール、アフロディーテパールリキュール、ジャパニーズクラフトシロップシリーズなど種類メーカーとの商品開発などにも取り組む。1995、04バー猫股マ入店2004、08日本バーテンダー協会に入会し、NBA 認定バーテンダー資格取得2005、03、調理紙面許証取得2005、11バーアンタッチャブル。 小林清隆に、指示2008,08日本バーテンダー協会、群馬支部表彰2008,11日本バーテンダー協会、技能認定資格取得2010、11、インターナショナルバーテンダーアソシエーション資格証書取得2011、01、バーネコ山マスター就任2012、05、東京スカイツリー公認カクテル作成2013、01、 ボルズブランドアンバサダー就任2014、11の、オーディナリージンブランドアンバサダー就任2015、05、東京インターナショナルバーションコーバル監修2015、05、シンコデマユフェスティバル、ハバナクラブ監修2016、05、東京インターナショナルバーションコーバル監修2018、へれいご、表参道アボカードズマケメ FIT、カクテル監修。ありがとうございます。